こんにちは。なんか光がすごい。こんな感じ。こんにちは。こんにちは、ピー。やばい、ナオピね。これでも寝起きなんですよ。あ、また抹茶さん来とる。そう、今日ね。ナオピ。なんだと思いますか？今日のアピは何の日でしょう？皆さん、わかりますか？今日はのアピの今日のアピの何の日でしょう？今日は何日ですか？今日は何日ですか？あー、ベッドさん、なんちゃらじゃないよ、ワンスリー。ハッピーバースデーのマンスリーバースデーでございます。イエーイ。はい、マンスリーバースデー。やったー。違うよ、ラブリーホジェットさん。ルトさん正解。ルトさん正解。ちょっと待って。違う。ハッピーマンスリーバースデーでございます。イエーイ。7月が来る前に、7月も来る前にマンスリーバースデーとなりました。7月10日の5周年記念コンサートの日は7月10日なんですけど、それはマンスリーバースデーの前日でございます。 いいことがある。公演の前日にマンスリーバースデーで、7月マンスリーバースデーの前日に公演がある、コンサートがあって、で8月11日マンスリーバースデーにあれがあります。お話し会。ぜひ皆さんお話し会のアピに会いに来てね。待っとるよ。バブちゃん。よし、じゃあ、1コメさんと、ファーストコメントさんと、いいコメさん、発表したいと思いますので、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。9、10、11、ナオキ、ナオニ、ナオニアンさんかな？6月の11日、土曜日。ファーストコメント、たっくんさん、いいコメさんがナオニアンさん、Thank you very much。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。Thank you。 嬉しい。ありがとうございます。お洋服すごくかわいい。嬉しい。ありがとうございます。ビッグエビさん、こんにちは。フォローしちゃうぞ。フォローしちゃって。フォローされちゃう。フォローしてる。みんなフォローした？フォローしちゃうぞ。って言った方は、フォローしないとね。裏切り者ってなりますよ。ひかりさん、四角くんタイヤさんだね。そう、端末に、で、ちょっと違ったりするのかな、これ。
くりした。なんの部分。あ、尊い、ありがとうございます。尊い、ありがとう。たくあさん、お絵かき賞ありがとうございます。お絵かき賞ありがとう。今日は雨やね。こんにちは、のびしかミスタードラゴさん、フォローしちゃうぞ。フォローしてよね。なりにゃんさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。安馬コレクターさん、こんにちは。うさぎさんがひよこさんを乗せている。こんにちは。そう、マンスリーバースデー、月誕生日でございます。月生誕ね。あ、ありがとう。きよ兄さん、おめでとう。嬉しい。なおにゃさん、ありがとうございます。イエーイ、マンスリーバースデー。今日は多分いいことがありますね。あたりさん、ハートをたくさんありがとうございます。ありがとう。おお。そう、ひらくつーさん、そうなんですよ。まあ、ちょっと後でね、ご説明したいと思いますが、いろんな種類があります。シークレットゲスト、あ、ね、なんかそうらしいですの、ちょっとね、その時にのなんかオンライブかなで見ました。ちょっとあ、出てると思って、そう、花は誰のものの時にちょっと見ました。うん、そうよね。マーピもできたらちょっと楽しみです。できたらいいな。すみさん、花びらありがとうございます。花びらありがとう。おーね、たっくんさん久しぶりやね。チコメがフォローしちゃうぞ。フォローしてよね。フォローされたいな。ひらつぐさん、なんでわかったの？これがマーピの顔が今スピンだということが。さみだれよ、ララ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 合ってるかな。リズム合ってるかな。さみだれよね。雨降るとちょっとね、やる気なくすよね。なので今日はちょっとノービーもやる気なくしてました。朝すぐにね、本当にさっき起きたんよ。さっき起きた。眠い、まだ眠いです。こんにちは。よいしょ。あー、すごい。初訪問の方来てくださってありがとうございます。平田さん、うま、ありがとう。うま、ありがとうございます。マンスリーハッピーバースデー、イエーイ。今日はマーピのマンスリーバースデー、やったー。なので、今日は小さなショートケーキとかのケーキ食べれたらいいな。でもね、雨じゃけん
一日中雨っぽいよね。外出れるかな。お、春川さんこんにちは。しゆうさん、いいね、ありがとうございます。チキンバーガーさん、お絵描き賞ありがとうございます。今日ありがとラウリさん、すごいね。12月12日なん。おお。まあね、オーディションの時ね、1111だったんですよ。11月11日生まれ、11歳だったんですよ、オーディションの時。全部ゾロ目だったんですよ。面白くないですか？すごいですよね。顔が今ちょっと、やばかった。そう。口がちっちゃく。かわいい。かわいくないの？かわいいじゃない。あ、推しになっちゃうぞ、エイチャーさん。ぜひのアピを押してくださると嬉しいです。押しましでも皆さん OK です。でも、とりあえずのアピを入れといてください。浮気は3人までです。でも、あんまりしてほしくないのアピも、自分だけ見てほしい時もたまにあるから。浮気は3人まででございます。ねえ、美味しいもの食べて、明日、皆さん一緒に楽しい一日を過ごしましょう。あと5ヶ月で、5ヶ月。え、待ってよ、もう5ヶ月あと。あ、押し増しするね、たっくんさん。OK です。わかりました。ナピも入れておくなら大丈夫です。1、え？ 7、8、9、10、11。ほんとだ。11月11日だ。ちょうど5ヶ月後だ。5ヶ月後は、と、13歳になります。ん？なるの？なる。13歳になります。12歳でーす。よろしくお願いします。のぴしか、まさたろうさん、だるま、ありがとうございます。右目描いて、夢が叶ったら、右目、左目描いて、ナオピダルマがバーン！バーン！ 3 人まで無理。決められない？もしかして。そんな震えなくていいよ。大丈夫だよ。四角の太陽さん。大丈夫ですよ。うん。ウリピーマンさん。うん。AKB の。おお、あ、これ鈴研の木の道でって言ってる。あ、覚えます、覚えます。あ、研究生全員を推しにするのはセーフ。あ、確かにギリギリセーフですね。浮気は3人までですので、確かにセーフだわ。セーフじゃん。4人目したらどうなりますか？忠告をします。危ないですって。どんな字？あ、鈴かきか。 雷が鳴ってきた。マシさん、おへそ取られないように皆さん、おへそ隠しましょう。おへそを隠しましょう。取られないように雷様に。 OK ですか？お、ようちゃんさん、アイスクリームぺちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ようちゃんさん、ありがとう。吉田ちさん、初見さんですね。ナオピです。よろしくお願いします。こちらのフォローボタン、みんなフォローしちゃって、ポチッ、よろしくお願いします。よろしくね。あ、ルートさん、危ないです。おー、そうですか。危ないですか。やばいですね。
今の時点で危ないと、これからお知らせできた時に、とてもあなたは私に危あのー、ちょっと怖いことをされてしまうかもしれないってなっちゃうかも。あ、危ない方が何人かいらっしゃる。うとうさんのお茶かわいい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。じゃあフォローしてくださるね。パトさんさん、初見さんですね。ナープです、よろしくお願いします。12歳です、応援してね。こちらのフォローボタンよろしくね。え、たっくんさん、バレてないけん大丈夫じゃないよ。バレちゃうと思うよ、たっくんさん。いずれかバレます、多分。たっくんさん、そんな風になってたら。うん、やばいよ、ルートさん、逃げて逃げて。雷様がおへそ取りに来ちゃったら、やばいやばいやばい。ダッシュで逃げましょう。神てるさん、あら、ピーチのアバターになっとる。かわいい、桃。かわいい。あ、お絵かきしょう、ありがとうございます。お絵かきしょう、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。チャンドラさん、こんにちは。よっちゃんさん、かわいい、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。あのアピといえば押し増しですもんね、オーディションの時から。押し増しでいいなら押します。嬉しい、ソムさん、ぜひ押してくださると嬉しいです。あー、そうだな、悩むな、押してもいいかな、うん、悩むな。大丈夫です。もともと推しがいる方は全然大丈夫です。押してくださるならとても嬉しいです。ありがとうございます。もうなんか何人もいる方はぜひノアピはその3人までって言ったので、その3人の3本の指に、そのあなたの心の中の3人のうちの1人になれるようにノアピは頑張りたいと思います。おしまし中、わたあめさん、ありがとうございます。リスコさん、かわいい、ありがとう、嬉しい。やった、戻った戻った。うん、あ、家族用のツイッターで今見ております。モバメのモバイルメールの返信の中に、返信とかこうハッシュタグつけて投稿してくださってる方とかがいらっしゃって、とても嬉しく思います。あ、平次さんもノアピが入っておれば大丈夫でございます、この中にね。こんにちは。お、マイケルさんがいらっしゃる。マイケルさん、頑張ったわ。ありがとうございます。Thank you very much。頑張ったわ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そういえばそういえば100回記念の方もいらっしゃいますね。あ、たっくんさんとミスタードラゴンさんかな、たっくんさんも
よし、じゃあ2人表彰いたしましょう。とミスタードラゴンさんはちょっと前にね立ててしばらくお礼ができていなかったので申し訳ございません。たくさん今日は今日11日今日は11日の土曜日。はい、それではまずちょっとしばらくお礼ができてなかったミスタードラゴンさん表彰させていただきます。表彰状、ミスタードラゴン殿、そしてその日に100回の方々ノアピシアターへの来訪、6月3日金曜日に100回を記念で表彰いたします。これからも毎日ノアピに会いに来ることを誓います。劇場支配人ノアピちゃんよりおめでとうございます。おめでとうございます。はい、あ、そうだ、これミスタードラゴンさんの特徴書かなきゃ。頭が魚だからお魚さんにします。ちょっと待ってください。すいません、気をつけておりました。すみません。あ、青色の魚ですもんね。青色の魚さんを描きます。ちょっと待ってね、ごめんね。こんな感じ。ちょっとなんか、はい、魚さん、どう？魚さん、はい、ありがとうございます。ミスタードラゴンさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、たっくんさん、たっくんさんは猫ちゃん。たくさん猫ちゃんでしょ。なんか何しました。あ、ちょっと絵はお楽しみに。はい、表彰状、たっくん殿、今回、100回の方々ノアピシアターへの来訪、マンスリーバースデー6月11日に100回を記念で表彰いたします。そしてこれからも毎日ノアピに会いに来ることを誓います。劇場支配人ノアピちゃんよりおめでとうございます。ありがとうございます。はい、スプーンとフォークを持った猫ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。今回代表でこの中に累計ランキングで今ちょっと見させております。いただいております。この中で代表30位以内しか見れないので
代表として、表彰させていただいております。ねえ、運命よね。11日に100回、すごいね。パチ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 、イエーイ。ちょっと今いつもよりのテンションちょっとだけ落ち目かもしれないあ、そうだね。でもノーピョン姉さんも帰っちゃったんですよ。午前中しかいないので、午前中の方です。ラッキーからね。あ、でもこれからもまだ占えるかな。今何時だろう。まだ3時だ。まだ3時ということはまだ占えるかもしれない。どうしよう。ノーピが占いますか今日は。じゃあちょっといい占い本をちょっと持ってきます。今日は組み立てながら占っていきたいと思います。組み立てるとはわからないですよね。そんな急に言われてもね。私モバメ撮っている、撮っていらっしゃる方はわかると思いますが、大阪に行きました。私大阪に行ったのですが、その時にガチャガチャをしたんですよ。で、面白そうなガチャガチャをして、ちょっと今ここで披露出したいと思います。よいしょ。今袋を開けております。ちょっと細かい部品もあるので丁寧に開けないとね。わー、ちっちゃい。もうなんか壊れそう。ほら、ピントが合うかな。壊れそう。ちょっと怖いね。よいしょ。うわー、すごい、ちっちゃい。踏んだら一発アウト。踏んだら一発アウトのものでございます。多分これ。よいしょ。フォローしちゃうぞ。フォローされたいな。フォローされたいよ。おお。本当に組み立てられる。1個2個。1個2個。これ何個も入ってるんだろう。よいしょ。あと1個だ、これ。よし、じゃあ組み立てまーす。まず何だと思いますか？はい、こちらです。天守閣でございます。大阪城の天守閣でございます。これをこれから組み立てていきたいと思います。まず土台ですね。よいしょ。あれ？土台よ、はまれ。おお、すごい。これは、よいしょ、結構力がいる。よいしょ、ダーン、ドダーイ、できた。よし、そして続いてはこれかな。どっちだろう。ちっちゃくなっていくから、これがこうなのかな、こういう感じなので、ちょっと一個ずつ組み立てたい。よし、続いてこれだね。スケルトン違うと思う。これね、占うから光がね、このね、できてきますので、よいしょ。青と確か黄色と赤だ、オレンジだったかな、それがあります。で、私は何色か分かりません。これ
これ私も何色か分かりません。なのでちょっとねオレンジが出るといいよね。この後晴れてほしいからね。はい、できました。はめるのこれ難しかった。うーい。そしたら続いてこれちょっとだけちっちゃくなった感じのやつはめて、はめました。お、ちょっと大阪城っぽくなってきた。よし、あと2個だ。パーツがあと2個ある。続いてこの小さなパーツをもう1個はめます。もう1個はめて、よいしょ。そしたら最後ラストはこのてっぺんです。ちっちゃいてっぺん、てっぺんはめます。これてっぺんはめられるかな、私怖いわ。なんか今にも折れそうで。よいしょ。おー、はまった。はまったけどこれすぐ取れそう。ほらすぐ取れた。これはめるところがあるね。これでここではめて、ここではめて、ここでこうやってはめる。できたー、できたー、てれーん。天守閣、大阪城の天守閣でございます。それではこれから占っていきたいと思います。まずそこにある、そう、この電池の抜きます。抜いてから、はい、これでいつでも電源がつくようになっております。さあ何色が出るでしょうか。青と黄色とオレンジだったと思います。光ります。黄色が出たら金運、青が出たら雨運、そしてオレンジが出てたらやる気運です。自分で勝手にちょっと今名付けております。それじゃあいきます。よし、いきますよ。見えないと思ったら、ちょっと待って、これさ、オレンジか黄色か見分けつかないね。いきます、ちょっと待ってね。おお、黄色、黄色、黄色、これ黄色です。やったー、ほら見て、ほらほらはい、黄色でございます。イエーイ、すごい怖い、怖いね、ほらイエーイ、やったー。ちょっととりあえずライト、リングライトをつけます。あれつかない、なんでなんで、あれリングライトが壊れた。本当にお化けが出てしまうかもしれない金運アップ、やったー、金運アップ。よいしょ、ライトがつく。あれなんで急につかなくなった。リングライトの代わり、キャー、よいしょ、はい、はい、電気がつきました。眩しいね、急に。やったー。あ、なんかここが光るのね。仕組みが分かってしまいました。あらまあ、仕組みこれ分かっちゃいけないからみんな教えないでね、誰にも。特にちっちゃい子とかはわーすごいってなるのでいけませんよ、そういうの。よくないよくない、いけませんいけません。すごーい、綺麗、やばい、綺麗すぎる。大阪城の天守閣でございます。ありがとうございます。イエーイ、今日は
と金運アップってことで、これから先いいことが起きるかもしれません。青もあったらしい、あるんですけど、これ1個しかねガチャガチャ回してないのでねそうガチャガチャ綺麗よね。けんちゃんさん、ひさっしーさん、アーピーです、よろしくお願いします。こちらのフォローボタン押してね、ポチッ。金しかしか、イエーイ、やったー。じゃあちょっと気分が、まあピンはいいので、そしたら発声練習で歌いたいと思います。金運アップ助かります。金運アップイエーイ。よろしくお願いします。のっぴです、よろしくね。あ、聞こえた？ OK、よし、では発声練習やっていきたいと思います。どうぞ。
とう。イエーイ。そうだ、テロップ通りにしよう。忘れておったな。花は誰のもの。じゃあちょっと発声練習を一曲したので、もう一回花は誰のものでちゃんと歌いたいと思います。めっちゃいい曲。よし、ちょっと待ってね。お、あ、ニコニコマークさん、大阪城の天守閣になっとる。すごい、アバターが変わっとる。何でも持ってるね、ニコニコマークさん。何でも持ってるね。すごいね。おお、メロンパンさん、じゃあそれ後で投票しようか。そうめんとうどん、どっち派ですか？ね、そんなアバターあるの私初めて知った。じゃあ行きます。もしこの世界から東京が消えたら、争うことなんかなくなる。
花は誰のもの。すごいなんか白飛び白く飛んでいる。ありがとうございます。あ、フォローありがとうございます。皆さんもぜひフォローしちゃってポチッとよろしくお願いします。お、てんさん服ですね。今日はこんな感じの可愛い感じの服でございます。モデルっぽく撮ってみました。トン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 。あ、マサトロさんチェリーありがとうございます。チェリーありがとう、イエーイ、ありがとうございます。メロンパンさん、お絵かき賞ありがとうございます。ありがとうございます。平津さんペンライトありがとう。ペンライトありがとう。アピーさん、お絵かき賞ありがとうございます。カップ麺さん、バラをありがとう。バラ。青森からさん、は、青森から応援してくださってる、嬉しい、ありがとうございます。お絵かき賞ありがとうございます。よっちゃんさん、かわいい、ありがとう。カミテルさん、お絵かき賞ありがとうございます。お絵かき賞ありがとう。よし、え、そんなにスクショできたの、すごい、ルートさん。じゃあ何枚かいい写真があったらナビ見ますので。初見さんの方、初訪問の方、来てくださってありがとうございます。12歳です、応援してね。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。それじゃあちょっとこれからさっきね、うどん派そうめん派っていうのを忘れないうちに皆さん投票したいと思います。そうめんかうどん派でちょっと投票したいと思います。二択です、いいですか。はい、いきます。皆さんはうどん、そうめん派ですか、それともうどん派ですか。どうぞ。そうめん派は1番、うどん派は2番。ちなみにノアは、あ、3番のカレー派はないんだ。カレーはみんな好きだと思うから。2番はうどんでしょ。どっちが好きなんだろう、悩む。でもどっちも好き。夏の流しそうめんとかは好きです、一番。2番はうどん。うどんはお好み焼きの中に入ってるうどんとか、普通に食べるうどんとかが好きです。それじゃあ5秒です。5、4、3、2、1、どうぞ。おお、2番のうどん派が多い。お好み焼きうどん派。そうそうそう、うどん派なんよ私。結構でもね、昔うどんだったって聞きました。そうなので、ノアはうどん派でございます。えへん。そばも好きですよ。あれの、そうね、そばのあれよ、なんだったっけ、お好み焼き。お好み焼きという言葉が出なかった。お好み焼きのそば。そば、そうめんの話をしているのにそばの話になってしまった。分かんなかった。山田さんフォローしたよ、ありがとうございます。皆さんもぜひこちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。うどん派、うどん派多かったね。そば入りうどん、あー、どっちも欲張りやな。
少し細めのね冷やしうどんね、いいよね。あらまあ、大ちゃんさん、そば、これそばアレルギーって読むのかな。じゃあうどんを一緒に食べようね。うどん一緒に食べようね。負けた負けた。そうめん結構みんな好き。でもなんか半分以上がうどんだった。ちょっと面白い、意外です。皆さんそうめん選ぶかと思ってたので。ノアピハー、ノアピハも入れたらよかったかな。でもノアピハ入れたらね、全部多分皆さん 100% ノアピハになってしまうので、ちょっとそれはやめました。うどん食べたくなってきた。今まだおやつタイムですよ。おやつタイムでございます。でこの後にちょっとウクレレの話がね一番最初に出てたので、モバメ撮ってくださった方届いたかな。ウクレレ顔に見えてきた。あれどうだった。あのね、あれ目鼻口見えたかな。どうかなどうかな。あ、見えたよ、見えた。あ、なんか少しなら弾けます。本当に1音とか3音ぐらいしか弾けないけど。あ、ウクレレのイラストかわいい、嬉しい。撮ってくださってるカミテルさん、ありがとうございます。これでね、撮ってないのと撮ってるのバレちゃいますから。よし、それじゃあちょっとウクレレ、ちょっとここにウクレレって書きます。ウクレレ、ウクレレ、これでタタダーン、ピピピのアピ。もっくんさん、明日の公園行くね。やった。何列目の席かってわかりますか、もっくんさん。何列目の席かってわかりますか。わかったらぜひ教えてくださると嬉しいです。9列目です。 OK です。じゃあ9列目 OK、 よし。明日来てくださる方、何列目になったかなっていうのをぜひ教えてくださると嬉しいです。メモります。ちょっと声が低いです。なぜでしょう。ヒロさん、フォローありがとうございます。私は丸列目。わかんない、わたくんさん、それじゃわかんないじゃない。でもな、見つけるけんね、たっくんさん、もう分かってるけん。よし、 OK、 ありがとうございます。それではクリエ、今日はちょっとね、よいしょ、皆さんクリエちゃん、ナピのクリエ、よし。じゃあ今日は説明したいと思います。これからね、毎日できるかどうか分かんないけど、毎日続けていけたら、続けてきたらいいなと思っています。でこれからちょっと続けるときに皆さんとできたら楽しいなって思っているので、ウクレレちゃんが、そう、ウクレレちゃんが毎日なんか一緒になんかできたらいいなと思っているので、それのために、よし、ちょっとノアピのおすすめを出したいと思います。はい、皆さん、これからね、ノアピと一緒にできたらいいなと思っているのは、できたらいいなって思っている方、これからこうノアピと一緒にウクレレやりたいと思って探す方は、はい、ギアペグ、はい、この間説明いたしました。
スクショしててくださいね。スクショして後で探してみてください。あ、しゅんちゃんさんこんにちは、お久しぶりです。最近来てくれなかったからちょっと寂しかった。来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとう、やっほー。はい、ギアペグ、これがね、ノアピはこんな感じになっております。横から見ると横に出ているもの、こちらにも書いておりますが、横に、はい、後ろから見るとこんな感じ、横に出ているものがおすすめでございます。あの、音が狂いにくいです。音が少し狂いにくくなって、あの、いい感じになります。全然縦でも、これがピヨンって縦でも大丈夫でございます。少し音が狂いやすくなりますが、楽しく弾けるので、あんまそこ気にしてないので、まあ、おすすめはこっちです。そして、はい。フレットっていうのがありますが、このね、棒ね、この、ここの、ここの線ね、これです。この線のところ、この、1本、2本のフレットが15本あるウクレレがおすすめでございます。12から15。フレットがあるんですが、その15ある方が聴ける曲が多分増えてとても楽しくなると思います。なのでそこまでね、高いところまで行かないから、そんなここら辺まで多分行かないと思うから、あの、全然12でも大丈夫でございます。12で全然大丈夫です。で、ノアピのこの、これより一個ちっちゃいウクレレちゃんのこの子が、見てください。同じくらいのところにすると、高さを同じにするとこんな感じかな。はい、12で15の12フレット15フレットでございます。長さ、首のキリンの長さの、首のキリンの長さが、あの、ちょっと短くなった、長くなったものでございます。はい、うん、そう、ネックがちょっと長いんですよ。はい、もともと12フレットのものを持っている方は買い直さなくても大丈夫です。はい、大丈夫です。そして、そうね、最初のね、1本目、ウクレレちゃんを最初に買う方はソプラノが私はおすすめをいたします。この間ね、私ソプラノより1個上がテナーだと、言いましたが、コンサートサイズがソプラノの1個上です。こちら、フレットの数が少し幅がね、大きくなるんですよ。この子の幅よりも少し大きくなったのが、コンサートサイズとなります。こちらはね、ギターとか、あと、そうね、ソロとかそういうのを経験していらっしゃる方とか、やりたいなって思った方はコンサートサイズでも大丈夫だと思います。こちらもスクショして見てみてね。はい、そう、17から20フレットとなっておりますので、この首の長さよりももうちょっと首が長くなる、これにもこんな感じでちょっと首が長くなります。パイナッポー型です。これ、このウクレレちゃんはパイナッポー型と、これがひょうたん型、合ってる、ひょうたん型です。パイナップル型とひょうたん型、見て、パイナップルに見えてきたでしょ、これ、上の緑のあれね。で、これがウクレレちゃんが実でございます。見えてきたかな、見えてきたと思います。イエーイ。で、
お値段は、そうですね、あのソプラノちゃんのお値段は、野口さんがだいたい 2,3 枚かな、そう 2,3人ぐらいですかね、うん、野口さんが 2,3 人で、そこざとさんはソプラノさんよりも少し高めです。はい、で、はい、そんな感じでございます。これね、ちょっとだけ重さも違うんですよ。21インチと23インチでございます。そう、結構お手頃価格でございます。ソプラノちゃんとかは結構セット、単品のソプラノちゃんとセットのソプラノちゃんもあります。で、このウクレレのチューニングをするそのセットとかもありますので、ぜひ皆さん試してみてください。その場合はだいたい樋口さん一人ぐらいだったかな、のアピはそんな感じでした。何入ってたかな、チューナーでしょ。あ、そうそうそう、ね、なんかそう、マーピが入ってたのは確かこのチューナー と、ね、このミュートっていうのが入ってたかな。いや待って、詳しく覚えてないな。あ、そうそうそう、そうだそうだ、ミュートは別だった、ごめん間違えた。その時にあったらすごい便利なものはね、チューナーとか、そう、これはね最初に持っておくと、なんて言うの言葉が出てこない、自分で調弦ができるようになって、そう、初心者におすすめなのはこういう感じのチューナーでございます。すごく分かりやすいものです。全然ギターとかやっていた方はギター用のチューナーでも OK ですし、メトロノームなどを持っている方はチューニング、これが多分ウクレレ用はしやすいと思います。ウクレレ用がすごい便利です。基本的にね、これは必ず必要でございます。で、そしてマンションとかですごい響いちゃって、なんかちょっと心配だなって方はミュートなども必要ならぜひ手に取ってみてください。こちらはね、ティッシュでも作れます。ティッシュでも作れます。ティッシュをね、半分折るじゃないですか。よいしょ、ちょっと待ってね、これ、はい、ティッシュを半分に折ります。ティッシュに半分に折ってみてください。そしてまた半分で折ります。半分に折ります。また半分に折って、で、そしたらもう一回また半分に折ります。よいしょ、半分に折ります。おひげ、半分に折ります。そしてまた最後に半分に折ります。はい、そしたらね、多分ね、これノーピと、あ、ノーピの指と同じぐらいになった。ノーピの指と同じぐらいの太さになりました。そしたらこれをウクレレちゃんの、どうだったかな、これで確かこうしたら、その後によいしょ、あれ、どうだったっけな、忘れてしもうた、どうだったっけ、あれ
思い出せないぞ。違うよ、こんなんじゃないよ、こんなんじゃない、こんなんじゃない。これどころどころ、あれ思い出せないよ。まずこうするじゃん。で次にこのあれこんな感じだったかな、こんな感じだったかな。あ、そう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 、まずこのウクレレちゃんによいしょ、音がこういう感じでよいしょ、こういう感じで下を通して、はい、半分に折ってみてください。そしたらそのまま下に確かやるんだったかな、ティッシュ、ウクレレの下のところにはめてください。こんな感じ見えるかな、こんな感じではめてみてください。ミュートをすると音が少し変わります。ノアピが持っているのは、金属製のミュートでございます。こちらの金属製のミュートでございます。これをつける前はちょっと待ってください、音が狂っております。小さくなります。音狂います。これはね、金属製は少し響きます。わかるかな？変わったの。ショールームでわかるかな？こっちではすごい変わっております。そして音も結構変わります。でしょ？結構変わるでしょ？金属製なのですが、布のチューニングもありまして、布の場合はプツ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 って切ります、切れます、プツプツっと切れます。でティッシュでもこれはできます。ミュート、ぜひ皆さんティッシュでも作ってみてね、はははよいしょ。説明が難しいの、勉強になる。あー、よかったです。ぜひ皆さん試しにやってくしゃみそうだね、楽器屋さんの店員さん楽器屋さんの店員さんなのに聞いてみるといいかもしれません。ソプラノさんはこれ小学生からでも使えますのでできます。はい、なので全然跡が残ったり皮がむけるのが怖いっていう方とかは皆さんぜひソプラノを試してみてください。でもなんか弦楽器をもともとやってて皮なんかもう剥けちゃってるよって、全然平気だよって方はコンサートでも大丈夫です。最初からコンサートでやりたいって方は大丈夫です。 OK ですか。ソプラノでなんだろう、背が高い人とか、あとは体が大きな方とかはソプラノじゃ無理なんだよねって方は全然コンサートサイズでも大丈夫でございます。大丈夫です。ぜひ皆さん試してみてね。皮むけたと痛いので跡が残る、ちょっと残るかな、やっぱ押さえてちょっと押さえてたりするとこんな感じで跡が残るから
見えないか、ちょっと残ります。で、便利なグッズの中の一つ、ストラップっていうのがあるんですけど、そこの出っ張りにグレレちゃんの、ここのそこの出っ張りに引っ掛けるタイプの、つけるタイプのピックアップっていう、ストラップと、あとはそう引っ掛けるタイプのストラップちゃんと、内側持っている、私の家で持っているこの子、この子はこのホール真ん中のホールにあるところに引っ掛けるタイプのものでございます。これはね、これはこの中に入れてここで引っ掛けて、でこうしますよね。そしたらこれはちょっとの妹の用なのでちっちゃいのですが、こんな感じで、ちょっと待ってね、まだちょっと待って、はい、外します。ごめんね妹よ、すまぬ、外していただくぞ。借りています今、よいしょ、ちょっと歯は入った。こんな感じで、こう多分ね、そこにあるピックアップの方が安定します。完全に安定します。やっぱり初めの方は指に集中しちゃって、これがドーンってなった時にこっち側支える側がなくなっちゃうとちょっと危ないので、こういうストラップなどがあると便利でございます。こういう感じでグラグラなっちゃうので、何もなかったらであると少しここでここら辺でこうやってやれば大丈夫です。よいしょ、外しましょう。これは私のそうだね、もう私はもうこうやってこういう状態で全然弾けるよ、指に集中しても大丈夫だよって方は大丈夫でございます。ストラップ以上、どうですか、わかりましたでしょうか、一番おすすめなのはソプラノさんの15フレットのギアペグが横についているものです。はい、わかりましたでしょうか。イエーイ。ってことでちょっと最後に雨フレフレを、今日はちょっと雨であれなので雨フレフレをちょっと弾かせていただきます。アメアメフレフレは1音でとても弾きやすいです。ほら。で、おーっと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 。あ、そうだ、アメアメフレフレ、弦を弾くときにちょっとこうやってなっちゃって指が痛くなってきちゃったって方はピックなどもおすすめでございます。こういう柄が入っている可愛いピックとか、シンプルなピック、あとはプラスチックのピックと、こういう布みたいなピックがあります。なるべく自分が弾きやすいようなピック、あと親指がはめられるピックなど、いろんなピックがありますので、皆さんぜひピックなどもおすすめでございます。
こっちの皮の方の方がちょっと優しい音でシャーンってなります。こうダーンってなります。ちょっと違う、ちょっと違います。そし、それではちょっと一回マーフィー音が狂っていますのでチューナーをしたいと思います。皆さんもこれから一緒にチューナーで遊んでいきたいと思いますので待ってください。それでは、アメアメフレフレ、聞いてください。梅雨の時期ですので最初に皆さんとこの曲をやっていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。イエーイ。はい、ウクレレありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあちょっとね、よいしょ。じゃあ1枚ずつこれをスクショして皆さん探してみてください。続いてこちら、okay、そしたら最後はこちら、皆さんスクショできましたでしょうか。探してみてくださいね。ありがとうございます。よし、じゃあ歌いたいと思います。お、のぞみおごうさん、こんにちは。しましましちゅー、来てくださってありがとう、ありがとう、嬉しい。のぞみ4号さん、花束ありがとうございます。平次さん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。あ、爆睡しとった、お疲れ様、お疲れ様です。のぞみ4号さん、お疲れ様。いや、ゆっくり休んでください。土日が一番休めるので皆さんもゆっくり休んでくださいね。土日はしっかりと睡眠をとって、ノーピも今日はとても配信する前まで
寝ておりました。あの子コンプレックス探してみよう。あった。じゃあできるようになったら歌えたらいいなと思います。それでは聴いてください。
とうございます。イエーイ。はい、サイレントマジョリティ、聞いていただきました、ありがとうございます。リオさん、たくさんペンライトありがとうございます。しんちゃんさん、たくさんのオンプありがとう。オンプオンプ、ペンライトペンライト、イエーイ。マイケルさん、頑張ったわ、ありがとうございます。頑張ったわ、ありがとう。イエーイ、ありがとう、頑張った、イエーイ頑張った。対象商品だそうです。頑張ったわ、ありがとうございます、すごい嬉しい。あとコンペさん参加中でございます。応援してくださると嬉しいです、よろしくね。ミスタードラゴンさん、オープンありがとうございます。のぞみうんごうさん、ペンライトありがとうございます。ペンライトたくさんありがとう、ありがとう、イエーイ。うん、おお、カスピ海の海さん、すごいおお、楽しかった、いいでしょ。それでは、私ノハピヨンド、新しいノハピヨンドをこれからやりたいと思います。明日ね、来てくださる方、ノハピのノハピヨンド、新ノハピヨンドをやりたいと思いますので、これから練習しましょう。それでは皆さん、ご準備よろしくお願いいたします。準備をしている間に、もう大変申し遅れました。私の名は聖和もろくず、名はのはあざなわみつきのあでございます。今後とも応援よろしくお願いいたします。私のお場面はご登録お済みでしょうか。皆さん、ぜひ返信をしてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして明日、私たち研究生4人が6月12日、明日ですね、明日チャーミングトリップさんのオープニングアクト前座を務めさせていただきます。皆さん、ぜひノアピたちに会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして他の日もまた30日受付前ということで、受付しておりませんが、皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。ノアピたちに会いに来てください、よろしくお願いします。ぜひ来てね、ありがとうございます。そしてノアピのお話し会、来てくださるととても私は嬉しく思います。私はですね、皆さんのことがとても楽しみでございます。会えるのがとても楽しみでございます。皆さんぜひ来てください。とても願っております。来てくださることを願っております。ノアピです。はい、6月のお話し会は、終了いたしました。6月のお話し会は皆さん終了いたしましたので、ノアピの続いてお話し会、8月11日が私のおすすめ日となっておりますので、皆さんぜひ会いに来てくださることを、嬉しく思います。今日この日はね、褒め合う日だったり、2人で幸せになれるような日だったり、お祝いをする日でございます。ぜひ来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ノアピのお話し会来てくださる方、おとといで決勝終わっちゃったらしいんですが、決勝大事でございますので、申し込んでくださった方、ぜひ決勝してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あとフォローしてくださるの、まだしてない方、皆さんぜひノアピのフォローいたしましょう。はい、せーの、ポチッ、フォローしちゃうぞ、バーン。はい、せーの、ポチッ、フォローしちゃってください、嬉しいです、ありがとうございます、よろしくお願いします。それでは、真のアピオンドのご準備はできたでしょうか。
OK。 あのピンクに、まずピンクにしたら、その後にノアピアイがマシマシになってきたらバイオレットに見えてくると思いますので、気になる方はぜひポチッとよろしくお願いします。レノレノレポチレレレのおじさんよし、それでは皆さん、ノアピアンドやりましょう。ノアピアンドしていきたいと思います。このノアピアンドは手拍子の方が一番難しいでございます。3本締めのリズムでございます。お手を拝借いよ。3本締めのリズムで、ピピピッと打ったらのあノアピと言ってくださいと、明日公演で言おうかなと思っております。その時にノアピカラーに設定してくださいね。ノアピの番が回ってきたらノアピカラーにしてくださると嬉しいです。あのオーディションの時と一緒で 100% 目指しております。ノアピカラー最後 100% になったんでお願いします。よろしくね。でそしたらピッピッピッ、あのピピピッピピッ、あピピピッピピピッノーアピが手拍子の方です。ピピピッピピピッノーアピ、シュキ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 ノーアピ、イエーイが手拍子です。でそしてペンライトの方はピピピッピピピッノーアピ、シュキ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 ノーアピ、イエーイです。いいですか。そしてうちわの方、うちわの方はピピピッピピピッノーアピ、シュキ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 のシュキ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 のアピ、イエーイイエーイは引き続きうちわの方自由でございます。でノアピがやるのはピピピッピピピッノーアピ、シュキ、あー違う違う違う、ピピピッピピピッノーアピ、シュキ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 のアピ、イエーイでございます。ちょっと明日までに完成させておきます。そんな感じでやろうかなと思っております。なので皆さん、それではこれからやっていきたいと思います。じゃあちょっと難しい手拍子の方、あもしもしですよ、その中に3文字目のリズムでできますよって方、ピピピッピピピッノーアピ、あ違う、ピピピッピピピッノーアピ、ピシュキ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 ノーアピでやってくださると嬉しいです。できる方はね、多分これ難しいと思いますので、だってねピピピッピピピッノーオアピだもんだもん。でシュキシュキシュキはシュキ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 のアピだから、どれか一つで大丈夫です。そうそうそう、覚えられません、あしあし大丈夫です。多分慣れていくと覚えられると思うので、一緒に覚えていきましょう。ピピピピピピのアピ、シュキ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 のアピ、イエーイ、スローモーションみたい。それでは皆さんいきますよ。お手を拝借、三本締めのリズムです。いいよー、ピピピピ、あ間違えました、もう一回いきます、せーの、皆さんお手を拝借、いいよー、三本締めのリズムです。いいよー、あ間違えました、もうやだちょっとトンピちゃんしっかりしようか。はい、お手を拝借、3本締めのリズムです。いいよー、ピピピピピピノーアピ、シュキ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 ノーアピ、イエーイ、ありがとうございます。ふー、やっとできた。できた、イエーイ、ありがとうございます。あ、バイオレットのハートさん、ペンライトありがとうございます。これさ、もしかして、あ、やっぱりさっきまで四角の太陽さんだった方だ。ごめんなさい、間違えました、間違えました、許してちゃん、許してちゃん。あ、4000人以上の方が来てくださってる、嬉しい、ありがとうございます。
皆さん来てくださってありがとうございます。イエーイ、見てくださってありがとう。よし、ほらまあもう2時間経ってる。うん、馬さんさん、馬ありがとうございます。上手。じゃあ明日も上手にできたらいいなと思います。頑張る頑張る。バレたかのアピは分かりますよ、だってそのアバターだもん。鼻で笑った。ふぃ、帰宅しました。大北美希さんお疲れ様です。明日皆さんお会いしましょう。イエーイ。それでは壇上のお礼をさせていただきます。壇上のお礼をさせていただきます。明日は頑張ります。ゆうたさんもぜひ会いに来てね。よし、じゃあ、あ、そうだ、ギフトのあれ、のぞみおばさん、お絵描き賞ありがとうございます。今日はね、ちょっとのあぴね、言葉が出ないことが多いんだよね。なんでだろうね。かささん、お絵描き賞ありがとう。のぞみおばさん、ハートありがとうございます。そうだ、マイケルさん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 、今度お礼をさせていただきます。次の配信見に来てね。あ、マイケルさん、スクショ撮れた？目を描いてみたんよ。ちょっと虫みたいになっちゃったんだけど。ありがとうございます。え、マイケルさん、もう一本立ってる。頑張ったわ、2本目ありがとうございます。じゃあ明日次お礼をさせていただきます。明日なので皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。公演前座務めさせていただきます。頑張ります。イエーイ、ありがとう。ドミゴさん、ファイトありがとうございます。頑張る、頑張るけん。そうだ、スクショしなきゃ。よし、スクショスクショ。ちょっと待ってね。あ、消えた。あ、やば。明日の日を、日付を書いてしまった。今日は土曜日。6月11日の土曜日。ありがとうございます。
イエーイ、ありがとう。あ、大津さん、マスリバしておめでとう、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。それでは誕生のお礼をさせていただきます。明日なので、皆さん当日券あるかな、皆さん見に来てくださると嬉しいです。ナッピに会いに来てね。ナッピたちに会いに来てね。チャーミングトリップさんです。明日は、午前と午後の部があります。ぜひ来てくださると嬉しいです。来てね。それではラジオのお礼をさせていただきます。なので曲を準備するの忘れていました。今日は風をひいたみたい。ララ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 。あ、明日ね、ノーピ音頭、新ノーピ音頭をしたいと思いますので、ペンライト、うちは手拍子のご準備よろしくお願いします。DMM で見てくださる方もぜひ画面のところでやってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ最後にもう一回やろうかな。よいしょ。何の曲にしよう。この曲にしよう。じゃあこのダウンロードしてる間にもう一回新のアピオンドしますか。新のアピオンドして明日準備万端にしましょう。三本締めのリズムですよ。それでは皆さん、お手を拝借。三本締めのリズムです。よー。ピピピピピピのーアピ。シキ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 のーアピ。イエーイ。ありがとうございます。そして、じゃあ、もう一個。一番いきますよ。せーの。ピピピピピピのーアピ。シキ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 のーアピ。イエーイ。ありがとうございます。そういえば、もうさ、ペンライトはさ、ペンライト、ペンライトがどっかいたのね。みんなペンライト知ってる？知らないか。あれどこ行っちゃったんだろう。困っちゃう。ペンライトがないから。どこ行ったんだろう。お、隠れてないしな。東大元暮らし的な？東大元暮らし的なある？感じ？ないよね。ないんだけど。待って待って。あれの
昨日見かけたんだけどな、見たんだけどな、あれないな、どこ行ったんだろうな。待って、どうしよう。じゃあ代用としてよいしょ、ウクレレちゃんを。よし、それでは皆さんいきますよ、お手を拝借よー、ピピピ、ピピピピピピのーアピ、シキ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 のーアピ、イエーイって感じでやりますので、皆さんいきますよ、お手を拝借よー、ピピピピピピのーアピ、シキ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 のーアピ、イエーイ、ありがとうございます。こんな感じで明日皆さんやってくださると嬉しいです。いや、とても軽いんですよ、こちらのウクレレちゃんは。そしてこちらのウクレレちゃんはこちらで重いですが、軽いので持てます。力持ちになったのアピ。皆さん明日来てくださると嬉しいです。モピョンドもやりますので、こんな感じでよろしくお願いします。よし、できたかな、ダウンロード。それではダンジョンのお礼させていただきます。
んぜひ見に来てくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。